青木さん、経費じゃないです。すごいっすよ、見てください、これ。あ、待って、あたびあたび、こうやってからの、あ、ありがとうございます。あ、すごい、ベロがいらない。あ、じゃあ、歯がいらない。船乗り場に来たんで、今から船に乗っていきます。海が見える。どうですマネージャー。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。波があそこからこうなんか来てません？見えます？カメラに見えてるかな？映ってます映ってます。映ってる。すごい波きれい。でこれが、あ、これちょっとあれ高さが低めなんですね。これを寄らなくていい、これを寄らなくていい。じゃあ今からご飯食べに行きます。イエーイ。楽しみな、どんな味になるのか。ちょっとじゃあ近くで。おお、すごい熱気が熱気が。はい。ここに一回乗せていただいて。乗せて。手のひらで押し出す。あ、押し出すんですね。はい、そうです。乗せて。私のドヤ顔が映ってる。ドヤ顔もちょっと撮っておいてください。この近くじゃなくていい。初めてかもしれない、こういうことやって。こうか。おー、はい、すごい、はい、わー、すごい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 、初めてかもしれない。いいですね、これが、これがね、みんなやりたがるけど、私はもうこの安牌にできる、誰ともできる成功法をすごいいいと思います。今のカットしてください。はい、大丈夫ですか。はい、 YouTuber 見たりします？ちなみに誰が好きですか？ YouTuber です。あ、すいません、いい感じに揃ったんじゃないですか。めっちゃいい感じですね。綺麗ですね。色とりどりで。ということで、いただきます。自分で焼いた、うん、おいしい。お、出汁が効いてる。達成感とともに旨味がこれなんかちょっと変かな。おいおいおい、すいません。意外と、あ、しらすってピザと合うんですね。あ、こんなに簡単にスルッと取れるんですね、サザエって。うん。味美味しいですね、めっちゃ。食べるまですごく苦労あるけど。
違う。あ、違う。あ、ここで、ここからここまで切り込みを。うんうん。付け根袋も逆。あ、そうなんですか。なんで手袋出したかっていうと、手に身をつかないように。やばい、私さっき江戸時代から来てるじゃないですか。あ、なるほどなるほど、めっちゃ便利じゃないですか。いただきます。甘い甘い。よかったです。成分が、ナトリウム、カルシウム、塩化物、温泉ってこんな感じに書いてあります。あ、そんなに熱すぎない。おー、すっげー気持ちいい。なんか正直性別を変えてから全然こういう温泉とか行かなかったんですよ。というのもなんか罪悪感というか、まあ、一応体は手術したけども後ろめたさがあったんですね。こういう貸し切りだと気兼ねなく入れます。今入って大体10分ぐらいなんですかね。いつも私自分の家で入るお風呂と比べて温度全然こっちも低いんですけども、すごい汗が出るんですよ。なんでだろう。これが天然温泉の力っていうことですかね。どうですか、 PR になりました。頼むよー、すごい綺麗。熱海の海が一望できるということでですね、今回は熱海の旅を皆さんにお届けさせていただきました。熱海、東京から近いんですけども、こんな感じに非日常的な体験ができるんで、また来たいと思います。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとインスタグラムと LINE 公式アカウントもやってますので、ぜひそちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。うわ、残せるー。